グルフクチャレンジ。なんとグルミクも10月25日で1周年を迎えます。ありがとうございます。そこで今回はフォトンメイデン全員がプレイして、誰がフォトンメイデンの中で一番うまいのか決着をつけたいと思います。じゃあやっぱり新曲ということで2人でいきましょうかね。いい歌だよ。どうしたの。あーもうダメだ、私のもうやる気がもうね、頑張って。私も頭っかだよ。あーもう私のやる気がもうダメだ。始まったばっかりだよ。フルコンボ出しました。もうやできた。はい、無事できましたが、スコア発表していきましょう。フルコンボすごい749,240点です。72万1,975。734,650。最後の最後でミスしちゃった。73万1,262ということで、おはるちゃんとちょっとの差で負けましたね。僅差だね。みんな接戦でしたけれども、はい、一番得点が高かったのは私、ナイスマンでしたね。やったー。フルコンボはすごい。もうフォトの中ではグルミククイーンですからね。嬉しいですね。いや、たまたまなんですけれども、ぶっちみく。じゃあ行こっか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 。もうみんないるよ。本当ですか。もしもし、ムニちゃん。あのね。ありがとうございます。一番になった人は番組エンディングの MC をやってもらう。まんまですね。変わらないね。変わらず。変わらないよ。でもまんまだったんで、逆にじゃあ、うん、一番ちょっと点数が低かったつむぎさんにお願いしようかな。メンタル今しょげしょげだからね。しょぼんぬいして、はい、ということでつむちゃんにお願いしたいと思います。元気に締めようではないか、うん、よし。今回の D4DJ フォトメイデン TV はいかがだったでしょうか。楽しかった。イエーイ。やっぱり久々に4人でやれて嬉しかった、うん、なんか急に詰め合わせ感はすごかったけど、いろいろやったよね今日。ギュンと ね今日はいろいろやらせていただきましたが、でもなんかシンクロ率はやっぱ納得がいかなくて。本当だね。ゼロパーじゃないと思うんですけど、もう前回ゼロパーだったから上がるしかないと思ってたんだけど。でもほらダンスのシンクロ率が 100% な分こっちがゼロだからしょうがないんだよ。確かにね。個性がね、まあ、パフォーマンスは素晴らしいということで、はい、この度はこんな感じのシンクロ率のフォトンメイデン全員でお届けしてまいりましたけれども、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、またいつかお会いしましょう。お、またまたいつか。え、来週じゃないの。来週じゃない。またまたいつか。またえ、あとでちょっと裏で聞きたいと思います。バイバーイ。マジ、こんな感じで終わるの。え、終わりも本当に。はい、はい、この番組は終わるそうです。おかしいよ。おかしいですね。D4DJ TV に始まり、フォトメイデン TV、フォトメイデン TV ときまして終了です。はい、早いな。早いです。早いな。え、早いなじゃなくて、本当うちの紬怒ってるからね。怒った。私30分前ぐらいにしたのかな。本当だ。私などにちょっと電話して。